せーの、どうも、ミルメンチャンネルのミルとミルメンチャンネルのメンです。よろしくお願いしま す, しします。今回は何をするかと言いますと、突っ込んで、え、すごい勢いでシュッてやったから見てないのよ、こっち見てるから。今回は何をするかと言いますと、はいはい、結婚する気ある、うん、2人の思い出クイズ。よカップルチャンネルのとったびさんがやってた企画を参考にさせてもらったんだけど、うん、メンタリストの大吾さん曰く、これね、そっちじゃない、ウィッシュの方じゃない方の大吾さん結婚を真剣に考えているカップルなら、うん、2人の過去の思い出を正確に覚えてるらしい。おお。で、私たちは20万人登録者がいったら結婚すると公言しちゃってる、そう、そういう立場です。うん、溶けちゃうね、溶けちゃうよね、うん、付き合って約3年半の思い出全部分かってるでしょ。全部は無理だけど行きましょうか。というわけでクイズしていきたいと思います。はい、余裕余裕余裕よ。じゃあ早速私から1問目。はい。初めて買った2人のペアリングの形は、形、うん、書けばいい。そう、書いて、図にして。あ、図ね。うん、覚えてる。めちゃくちゃ簡単なんだけど。これ覚えてなかったらちょっとやばいと思う。うん、いくよ。いいよ。せーの、正解あ、正解言う前に正解。正解でしょ。正解。ほら、こういう形なんだよね。そう、ここに指を入れます、うん、うん、で、ここで調整できるんだよね。そう、これ良かったよね。これ良かったけど、なくしました。私、折りました。折ったよな折ってなくしたそう、はい、新しいの買おうな。はい、じゃあ僕から1問目いきます。はい、まあ、今のうち言っとくけど、うん、全部テーマがあります。おお。やっぱ結婚といえばね、お金大事ですよね。確かに確かに。お金にまつわるクイズです。ほう。1問目、前住んでた家の実際の家賃、支払ってた家賃、共益費は、それは込みかどうかを答えてください。はぁ、意外な問題だな。前ってさ、家主さんにさ、ちょっと下げてもらってたの。うん、やっべえこれ一問目からちょっと20分ぐらい考えさせて。長いな。これめっちゃ楽しいのよ。過去に戻った気持ちになれるよね。かけた。かけた。この前の家はね、結構長く住んでたからね、うん、一緒にね。思い出の家。うん、さすがに覚えてるよ。そりゃね。簡単でしょ、だって。そりゃ。毎月払ってたんだから。任せろよ。はい、どうぞ。ダダン。4万5千円。うん。元5万。おぉ。教育費込み。惜しい。ええー。教育費込みじゃありません。込みじゃない。でも値段当たり？ 2 ヶ月2回教育費払ってました。あ、わかった。分かってないの？教育費3千円。2000円でした。え、惜しいやん。惜しい、でもすごいと思うでしょ。でも分かりやすい数字だったからね。うん。じゃあ私から2問目ね。はい。これはね、すごい見る目の中では思い出だと思ってる。私はめっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい。2人同時に胃腸炎にかかった時、うん、やっと治って、うん、久しぶりに外に出てしたことは、これ一番の思い出と言っても過言ではないでしょ。この2人、これは何、デート、デートというデートではないよ。久しぶりに外に出てしたこと。したことって広すぎる空気吸ったみたいな。あ、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じむずい。そういう感じ。あ、わかったいきます。はい、どどん。パン買って公園で食べた。違う、なかったことにしたえ、答え教えて。諦めた。答え諦めた。答え、川辺で桜を見た。近いじゃん、ピクニックみたいなもんじゃん。え、その時おにぎり食べなかった？食べたよね。コンビニでなんか買ったね。一緒じゃん。でもパンじゃないもん。ほぼ一緒、炭水化物だし。でも桜っていうワードがあったら当たりやったね。マジかよ、惜しい。やっぱり胃腸炎ということだったので、食べ物にまつわるクイズです。なるほどね。僕が初めてめんちゃんに作った料理は何でしょうか。これはね、やっぱりね、大事だよ。こっちが振る舞った料理って少ないから分かるはずなのよ。答え、お願いします。あ、分かったかもしれん。でもはい、お願いします。漢字が分からん。漢字っていう声聞こえたけど大丈夫かな。漢字だろ。いくよ。はい。野菜炒め。正解。おお。そうそう、めっちゃ適当に作った。野菜炒めでしょ。野菜炒め以外逆に作らない味付けは塩コショウでしょ。塩コショウです。シンプルな。ほら、よく覚えてました。かかってこいよ。結婚できる。今のとこ全問正解なんだから俺え、初めて私が愛してるって言葉を言ったのはどこ。どこ、場所。だって私ずっと愛してるって言葉が言えなかったから最初。いきます。はい、せーの、どどん。満喫、告白した日。
しっかりと告白した日に言ってくれました。違います。残念。答えは、うん、前住んでた家の目の前。あ、そうだっけ。うん、なんかその前日かなんかに、うん、なんでめんちゃんは愛してるって言ってくれないのみたいなことで、ててちょっと話し合って、うん、その次の日のデートの最初によく覚えてるねって言った。よく覚えてるわ。だって人生で初めて愛してるって言葉言ったのその日やもん。マジか。じゃあ次行っちゃうね。そう、やっぱ結婚するにしてもやっぱりね、見た目はねお互いに大事だなと思うし、うん、まあ魅力を感じてる部分もあると思います、うん、京都旅行に行った時着物を着ました。はい。その時ピアスつけてたかどうか覚えてますか？ミル君が着物を着た日ね。着物褒めてくれたよな。着物だけだったのかな。本当に見てくれてたのかな。どうぞ。いきます。はい。つけていた、こういうの。正解。当たり？ピアスまで当たり？当たり。ほら、基本ピアスつけてたから簡単な問題でしたよ。でもピアス当てたのすごくない？いや、それ問題じゃないから。こんなおっぱいみたいな絵描いて、モザイク入れさせるな。次いきますね。はい。じゃあ次。はい。初めての私の誕生日に、うん、ミル君がしてくれたプチサプライズは何でしょう？これ覚えてなかったのよ。絶対来るなと思ったけど覚えてないのよ。ヒントは、うん、ケーキ。ケーキ、あ、思い出した。ヒントが良すぎちゃったかな。いきます。はい。予約したケーキのメッセージに愛してると書いてもらいました。で、それ取りに行ってショーケースにね、めんちゃん愛してるって書いてあるケーキが置いてあるっていうね、全員に見られちゃうところにあるっていう。答え違う。違うかい。いつやこれ。じゃあいつやこれ。これはちょっと後のなんか記念日かなんかのケーキの時。しかもあの一緒に電話したしね、お店に。一緒に電話したけど書いてあるとは思わなかった。 I love you って書いてくださいって言ってた。目の前で言ってた。サプライズ感出てた自分の中で。答えは、うん、一緒にケーキ買ったんだけど、その後私がトイレ行ってる間にめんちゃん誕生日おめでとうっていうメッセージプレートをつけてくれたの。マジか。で、私はプレートついてると思わなくて、家でケーキ開けたらプレートがついてて、あったあったってなった。ごめん、俺さらっとサプライズするタイプだからさ。あ、覚えてないの。これじゃあさらっとしちゃうタイプ。間違えた方がいいやつやん。好感度上がったってこと。今間違えたことによって上がったってこと。作詞。テーマ初心。大事。初めてめんちゃんと電話した時の僕の様子を答えてください。は？様子？うん。ざっくりすぎ？どういうこと？どういう様子だったかっていうのがヒントなの。は？何をしてたか。あ、そういうこと。大ヒント与えちゃった。大ヒント与えちゃった。わかりました。はい。大ヒント与えました。ギター弾いてた。惜しい！ねえ！まあでも正解でいいかな。何？ギター弾いて歌ってた。ああ、正解だろ。まあ正解でいいや。でしょ？ほら。ありがとう。覚えてるよ。何問当たった？全問じゃない私。専門じゃないでしょ。家賃はちょっと間違えたけど。そう、家賃ちょっと間違えた。あれ間違えた。ほぼ全問。ほぼ全問です。おめでとう。で、俺は2問ぐらい。はい。じゃあ1問違いということで。じゃあ結婚できるってことでいい？この締めは。結婚できるし、結婚する気しかないし、それ以外選択肢ありません。じゃあもう動画はそういう感じで終わるかな。そういう締めでいこう、綺麗に。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。絶対に結婚します。はい、私たち結婚します。バイバイ。ファイビー、フィルム人のみんな待っててね。